始めましょう。
も全員倒しじゃない、説得できました。お疲れ様、みんなよく頑張ってくれたわね。これで夏を先取り、シーマントや霊言新たかいい予感スペシャルマウンテン盛りが食べられる。いや、それは先生が勝手にというか適当に言ったメニューだから。もしかしてそれ、シ・アンド川にかけてます？シ・アン…シ・クオーク最長の清流じゃ。霊源新たかの方は高根・伊・伊豆地山とよくあるマウンテン森という名称をかけているのではありませんか？いい予感というのは、伊・妖蓮寺のことじゃろうな。適当に言ったわりに、いろいろひねったようじゃの。もうやめて、謝るから、ギャグの解説とか本気でやめて。あ、この人もへこむんだ。いいや、やめん。なぜなら、お主をおちょくる絶好の機会じゃからな。だって思い浮かんじゃったんだもん。今言わなきゃいつ言うのよ。ここまでへこむ学院長は初めて見たわ。ここまでじゃないへこんだとこ見たことあるの？マイクのスイッチを切り忘れてしばらく独り言生放送とか。ちなみにチラシとにらめっこして夕飯の献立を決めていたわね。それお母さんから聞いたことあります。散々悩んだ挙句、昨日のシチューでグラタンだったんですよね。そうそう、もういや、先生シクオークで当時諦める。先生、伝説の大地ヒ・ロッシムへ一人旅に立ちます。そしてそこでひっそりと暮らします。あそこへ行くというのか？どこですの？かつて神話の時代に亡くなったとされるヤファニールの国の一つだ。山の幸、海の幸に恵まれ、神が住まうと言われる聖なる島、イ・ツキスイムを守る伝説の国だ。過去、さまざまな冒険家がヒ・ルオシムを求めて旅立ったが、たどり着いた者はいない。旅立つってシーマントもいい予感も全部なしってこと？約束が違うじゃない。確かに言い出したのはリアーネ先生だけど、リアーネ先生がそれを怒るとも作るとも言ってないよ。じゃあ誰が私にご褒美のスイーツくれるの？怪しすぎる謎スイーツより私は
雨宮へ行きたくなってきました。はい。メイちゃん、先生と戦ってドーンと時空を切り裂く勢いで。え、あなたは創造主クレアディオすら超えたマスターよ。神を超えたあなたと神の半身である私が戦えば、伝説の大地へと至る聖なる道が開けるかもしれないわ。メイ、やろう。私、先生とは一回ガチでやった方がいいと思ってたんだ。実は先生についていって美味しいもの食べたいなんて思ってないよね。違うよ。あなた、メイの味方で。私も行きたい。いや、以上、やれやれ。煽らないで止めてください。お主のおかげでシークウォークへの道が見つかったからな。案外本当に行けるかもしれんと思って。ああ、確かに一理ありますね。違う。さあ、神の半身たるリアーネ・ドゥナスキートを超え、新たな道をつかみ取りなさい。そして私を安住の地へ。具体的には食べ物が美味しいところ。はあ、もう分かりました。やります。やればいいんでしょ。みんな力を合わせて乗り越えよう。頑張れ。応援だけはしてる。なんで一緒に戦ってくれないの。ご指名されてるのメイちゃんだけだし。それに私たち全員あなたに負けてるのよ。神超えてないの。そんな私たちがあなたたちのガチバトルに巻き込まれたら。ボキバリアスメイハ、うちにええとこ見せたって。全身全霊で応援しましょう。フレーフレーメイちゃん。ちょっと、さあ先生を超えていきなさい。
神様ってことなんだな。それにしてもリアーネ先生どこに行っちゃったんだろう。バトルが終わってからお姿が見えませんの。安心せ、今頃彼方よりお主らを見守っておるぞ。ほれ、あの右から2番目の星、美しいじゃろう。あれがリアーネじゃ。代表、さすがに悪ふざけが過ぎますよ。勝手に殺さないでね。この声はみんなのスイートエンジェル、ディアーネ先生よ。出たな、暗黒天然系。セリフのうざさに磨きがかかってますね。まともに喋ろうと思えばできるくせにね。あ、そんなこと言っちゃう人にはお土産あげません。え、嘘嘘、リアーネ先生マジ天使。もう調子いいんだから。先生どこに行ってたの。内緒内緒内緒。案外本当に伝説の大地とやら言っていたのかもしれませんの。もう何でもありだな、あの人。せやけどこれでメイガスクォーツ作りに集中してもらえるんやろか。早くメイガスクォーツ作る、そして返す。はーい、わかってるわよ。でもまずは一貫やりましょうね。ああ、あなたたちはお酒は NG だからジュースなんだけどね。はーい。未成年の飲酒喫煙はダメ、絶対。メイハンと不本意ながらフィアの祝勝会ですな。てかあんたなんでこんなの着てんのよ。ここ温泉よ、温泉。ほら、やめろあれ。良いではないか、良いではないか。あれ。湯が飛びます。お静かに。アイス美味しい。うん、美味。ああ、そうそう、向こうでのんびりゆったりまったりしながら考えたんだけどね、メイちゃんとフィアちゃんにクナグバの代表をお任せしようと思うの。明日から。は？いや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 、
突然何言っちゃってんの？クレアディオンも倒したし、シクオークも回れたし、先生そろそろ隠居するわ。だから学院長も代表も引退しようと思うの。ああ、そういえば学院長でありクナグバの代表でしたね。代表はともかく、アカデミーの方はどなたにお任せするつもりですか？マナちゃんに頼んだら先生もびっくりするくらいあっさり快諾してくれたわ。え？あなたみたいな生真面目な子が生まれたのか。きっとあなたの性格はお父さん譲りなのね。メイのお母さんのこと知ってるの？あれだけ伝説作ってたらね。本当にいろんな伝説を作ったわよね。文化祭の時、校庭でゲリラライブして研究者コースの男の子に告白とかね。受け付けたセイラちゃんと口論になっちゃって、まあいつものことだったけど。メイのお母さんやる。それがお父さんなんだ。ああ、そうそう、生徒会長のセイラちゃんとは犬猿の中でね、よく激突してたわ。そうでしたね。仲がいいんだか悪いんだか分からなくて、一緒に雨宮の全メニュー制覇とか。そっか、だからメイとカレンと雨宮に行くと生温かい目で見られるのか。なんでカレン？セイラちゃんは母ですのよ。クナグバ。あれ、メイのお母さんたちを知ってるって、年いくつ？ないしょ。親子でアカデミーに君臨、牛耳るんだね。お母さんが学院長。またメイ、それは置いとこ。私たち代表にされてる。全国温泉地巡りできなくなっちゃうよ。温泉スイーツ。そう、私たち代表にはなりません。じゃあシクオーク代表になる？先生はどっちでもいいわよ。やらないってば。やる前から逃げちゃダメよ。まずは何事もやってみなくちゃ。もうその言葉には騙されませんから。それに逃げるんじゃありません。私たちはアカデミーを卒業したら旅に出るんです。私には大きな夢があるんです。クナグバだけでなく、ヤファニール全てを守るという夢が。おお、わあ、何度うちを惚れさせるんや。本に罪な人や。あんた、心の友って意味本当に分かってる？クレアリオ教の次はエスペリオ教が流行るのでしょうか。それも面白い。私は
代表はエルザの方が適任だと思いますわ。エルザは人をまとめるのが上手ですもの。もっともエルザはまず一人前のマスターになる必要がありますけれど。そうね。そしてエルザちゃんがアカデミー内で迷わなくなったら考えてもいいんだけどね。一生無理だ。諦めないで。まずはマスターになるところから。そういえば持ち去ったタイニークオーツはどうなさったの？聞く。ほらこれがあればいつでもアカデミーに戻れるし。後でちゃんと返してね。はーい。相変わらず方向音痴なんだね。うっ、気にしてることざっくりえぐるな。気にしているなら直してくださいな。ジャガー、一見完璧に見えるものの救いようのない欠点というのはある種の魅力の一つじゃぞ。確かに無理に直してしまうとつまらなくなることもありますね。実は友達やバディと一緒にいたいがためにわざとやってたわ。可愛いこと言ってもダメよ。あなたの場合素で迷ってるんだから。しょぼーん。大丈夫大丈夫。サバイバルグッズ押し付けられて樹海に放り込まれたら嫌でも治るよ。うん、吹雪の中に一人きり、感覚研ぎ澄まされる。過酷すぎる。そんなことはさせないわよ。まあまあそれは冗談として、そろそろ温泉で祝杯なんてなかなかおつですな。世界を救った者たちを祝して。そしてエルザの方向音痴が治ることを祈って、メイとフィアの代表就任に。やりませんって。あとシックオーク一緒ね。とにかく何でもいいから私たちに乾杯。よし、家を出たら飲み直そう。漢字はそなたに任せだぞ。今からお店探すんですか？やはり丸投げ。あ、そうそう、レポートの提出は月末までだからね。ですか？学外演習どころじゃなかったのに。それはそれ、これはこれよ。
Thank you.
ー